社会鍋社会鍋は、旧成軍が年末などに行っている生活困窮者支援等のための街頭募金運動、及びそこで用いられ通行人から事前募金を入れてもらうために街頭に設置する鉄鍋のこと。事前鍋とも、全世界の旧成軍が活動展開する国や地域では同様のスタイルで行われている。故障のオリジナルは英語のクリスマスケトルであり、 社会鍋は日本において定着した故障である。はっきり言っておく。私の兄弟である、この最も小さいものの一人にしたのは、私にしてくれたことなのである。マタイによる、福音書25時40分19世紀末の不況期である1894年に、アメリカの旧西軍サンフランシスコ招待で、連隊長、ウィリアム・マッキンタイヤ中将の指示により、招待長、 ジョセフ・マクフィー大員が始めた失業困窮者の救済活動のためのスープ鍋を三脚に吊るしてその中へ該当募金の投入を依頼するというスタイルが全世界の救世軍部隊に伝わった。現地各国で伝統的に使われる鍋が蒸気のスタイルで利用されたので日本においては和風の鉄鍋が三脚に吊るされているという明治時代の救世軍が始めた形態が現在にまで 伝承されている。日本では1906年にイモンカゴという名称で開始された事前事業が始まりである。これは餅やみかんを入れたカゴを貧しい家庭に配ったものである。その後、1909年に山室軍兵らが日本でもクリスマスケトルを開始した。当初は集金鍋と称されていたが、大正時代には事前鍋と呼ばれるようになり、1921年、 以降は、社会鍋の故障が使用されるようになった。以来、毎年年末の街を彩る、風物詩として親しまれるようになり、俳句の季語としても定着している。しかし近年では、都心部で街頭募金のための道路使用許可が振りにくくなり、社会鍋も一部で規模が縮小されている。旧西軍では、11月30日を社会鍋の日と定め、 2015年11月20日、一般社団法人日本記念日協会に登録された。事前鍋とは引く言葉にく、時の声クリスマス特集号207213ページ。ありがとうございます。